松村義文は日本の政治家、自由民主党所属の参議院議員、参議院議員運営委員長、経済産業副大臣等を務めた。2013年、松村自身が代表を務める政党支部を通して480万円を自身の資金管理団体などに寄付し、税の優遇を受けていたことが分かった。2014年11月、自故の政治資金管理団体、 朝切り会から平成22年時点で840万円を借りているまま、その後に利息を1円も払わないで返済もしていないことが分かった。契約書の有無は現時点では不明だが、もし書類を借金の名目で作っていたとしても、事実上返すのも返さないのも自分の一存なので、実質的な寄付として政治資金規正法に違反して刑事罰を受ける。 可能性がある。松村氏は自分の所得480万円自分で代表している自民党支部へ寄付、朝霧会へ寄付自分に無利息で貸し付けて返済せずということになる2010年参院選の収支報告書にある政党支部からの寄付3500万円の記載が支部の政治資金収支報告書になかったことが指摘された。松村はご記載や 記載漏れの可能性があること、3000万円は自己資金だったと思う。迂回献金などのやましいお金ではないと説明している。ありがとうございます。